私たちは30万年前から作られた阿蘇の大自然の中で仕事をしております。阿蘇が作った大自然の恵み、リモナイトを私たちは提供してまいります。そうですね、使い始めたのがまだ1年経つか経たないかぐらいで、一番感じるっていうか、匂い、もともと匂いでリモナイトさんと付き合うようになって、で匂いが少しなくなったかな、なくなったっていうか軽減できてるかなと思ってます。なんかね、みんな来た人がね、匂わないって言ってます。確かに、だってね、道を通るとちょうどあっちの採掘のところが、そこだけなんか匂ってたんですよ。それがなんか匂う、やっぱ風がこう流れていったところがだけがちょっとなんか私も匂うなと思ったんだけど、なんか全然、なんか最近そう気にならないなと思って、リモナイトを使ってみて、約20年ちょっとにはなるんですが、今まで使っているのが当たり前すぎて、リモナイトを抜くということがあまり想像ができないもので、抜いたら怖いなとは思います。これを使うことによって小豚の毛づやだったり張りがすごく、健康的な豚になります。で、このリモナイトを入れることによってですね、肉質がですね、一般の豚と違って、約鉄分が3倍、マグネシウムが 1.5 倍という形ですごく美味しいお肉になっています。で、お肉の方も赤みが強くてですね、サシが入った綺麗なお肉になります。で、豚の方もですね、効果がはっきり出てるのが、その玉名の大きな酪農家、ここが子牛がすごく高く売れるようになってますね。それでそこの牧場は大体前は弱くて小さな牛しか生産できてなかったので、それを2016年ぐらいだったと思うんですから、そのぐらいから私が阿蘇で聞いてきたこの話をこの牧場でして、そこの牧場が一応そのリモナイトを餌に全部に混ぜ餌としてですね、やって生まれてきた子がだん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 評価が高くなって、今で体外受精卵の子牛の市場では常に上位を占めるようになって、リモナイトを使おうと思ったきっかけは、自分の牧場が、本当にすぐそばに住宅街だったり商業施設があるので、やっぱ少しでもやっぱり匂いを消そうと思って、やっぱり使いようかなっても思いました。熊本は特に夏場がすごく暑いので、冬場の乳量を維持するっていうわけじゃないんですけど、やっぱどうしても下がるので、健康に夏場行ってもらえれば一番いいので、私のですね、息子が、喘息で入退院を繰り返す中でですね、多くの子どもたちがアレルギーでですね、苦しんでいることを知りまして、衝撃を受けて、これをきっかけにですね、喘息の大きな要因であります室内の汚染された空気質をですね、壁材から改善したいという思いで会社を作りまして、で以前の会社で営業中にですね、リモナイトということを知りまして、でこれはかなり強力な有害物質を付着するということで、そこ
それに着目して、壁材を